長原駅は大阪府大阪市平野区長吉長原東2丁目にある大阪市高速電気軌動谷町線の駅。駅番号は T35。島式一面2線ホームの地下駅。改札口は1カ所のみ。出入り口は中央環状線西側に2カ所、東側にも2カ所ある。エレベーターは地上へは中央環状線の真ん中へつながっており。 エレベーターを使用するには、長期地帯三住宅西もしくは、長期地帯三住宅東交差点を横断する必要がある。同交差点は、近畿自動車道、長原インターチェンジから中央環状線に合流する乗用車で混雑することが多く、死亡交通事故多発地点である。隣の八尾南駅の配線の関係上、平日のラッシュ時に、八尾車庫からの送り出しを兼ねた。 この駅始発の宮古島駅列車が設定されている。逆に、当駅終着の列車はない。ただし、この駅に非常当たり線がある関係上、長原の行き先幕は用意されている。当駅は平野管区駅に所属しており、八尾南駅の管轄となっている。2020年11月10日の1日、乗降人員は9883人である。 建設中の当地付近からは古墳時代の遺構が発掘され、長原古墳群と名付けられた。線路、駅施設は遺構を避けるように建設された。ありがとうございます。